2020年8月のある朝早くのことです。アメリカオクラホマ州で暮らすジェイミーさんは枕元の携帯電話の音で起こされました。寝ぼけ眼で画面を見ると新着のメッセージが届いています。差出人はジェイミーさんの彼氏アーロンさんでした。彼は運送の仕事をしている時間です。どうしたんだろうと不思議に思ったジェイミーさんはメッセージを開きました。その途端一匹の見知らぬ犬の写真が目に飛び込んできます。地面に伏せ悲しそうにカメラを見つめるのは茶色のピットブル。本文にはすぐにこの犬を保護してくれと書かれています。どうやら彼は仕事中にこの犬を見つけジェイミーさんに助けを求めてきたようです。写真の犬が深く傷つき落ち込んでいると感じたジェイミーさんは緊急事態だと悟りました。寝起きの彼女は慌てて身支度を整え車で現場へ向かいます。向かう先はキンタという町のガソリンスタンドでした。車を降りたジェイミーさんは真っ先に犬に水を与えます。実際に犬を見た彼女はすぐにこの子は捨てられたんだと確信しました。そしてそれは事実でもありました。ちょうどジェイミーさんを見つけた少女がそばに来て教えてくれたのです。少女は犬が車から捨てられる瞬間を見ていました。とても勝手で悲しい事実にジェイミーさんは心を痛めます。彼女はこの瞬間この子を飼おうと決めました。ちょうど犬を飼いたいと思ってはいたのです。けれど彼女はすでに犬を一匹飼っていて2匹目を飼うことに恋人のアーロンさんが乗り気ではありませんでした。そのためずっと新しい犬を迎えられずにいたのです。しかしこれはいい機会です。アーロンさんも今回見つけたピットブルには心を惹かれているようでした。彼はピットブルと出会った時優しい青色の瞳を見てこの犬には家族が必要だと直感していました。だからこそジェイミーさんに連絡したのです。それからジェイミーさんは犬を連れて再び車に乗り込みました。動物病院に寄ってから自宅に戻ることにします。ふと犬を乗せた座席を見るとピットブルは早くもお腹を出して横たわり安心したように深い眠りに落ちていました。さらにはいびきまで聞こえてきます。あまりにも早く気を許している姿を見てジェイミーさんはたまらなく嬉しくなりました。犬が彼女を信頼しすべてを委ねてくれているようです。その信頼に応えようと決意を固めジェイミーさんは車を走らせました。動物病院では犬に健康面での問題がないことがわかります。安心して犬を連れ帰ったジェイミーさん、家に帰ると彼女は犬にルーファスと名前をつけました。これでルーファスは晴れてジェイミーさんの家族です。彼女はまずルーファスを先住犬や猫たちと対面させることにしました。仲良くなってくれるかそれだけがひとまずの不安です。けれどそれも心配はいりませんでした。犬たちは初めて会うとは思えないほど仲良くなりその日から何をするにも一緒に行動するようになりました。ルーファスにかけがえのない大親友ができた記念すべき日です。飼い猫もジェイミーさんの子供たちやアーロンさんもルーファスのことは大歓迎でした。ルーファスには不思議なほど家族に溶け込む才能があったのかもしれません。それ以来ジェイミーさんの家には楽しい笑い声があふれています。ルーファスのおかげで家族はさらに明るくなりました。ルーファスを迎えてからジェイミーさんは思います。きっとルーファスは家族に欠けていたものを持っていて
幸せを完全な形にしてくれたのです。偶然の出会いが確かな絆につながったジェイミーさん家族とルーファス、その出会いはきっと必然だったのでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。